はい、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、高橋みともです。バンバン財産の、ラテを歌いたいと思います。に嫌いとあった雨の日も、西曜日も、君といたから、つづしかく、好きになれたのっていうのに。二つ目の信号って、遠い側の喫茶店。君は決まって月曜日、そこに座ってた。知らず知らずに恋した。春先知り合った。偶然じゃないやな。シナリオが勝つな。あんな好きだったらて、どうしてうまくないんだ。ミルクよりエキスレストが僕だけほろ苦い。あんなに好きだったささず、そもそも不具合だったのかな。エキスにこぼれた思い出やつ違う。ほろにもは戻らない。思えばオセロにもついてる二人だった。性格に趣味に仕事をどれも違ってたけれど、君の見ない僕の気嫌いがいつしか気づきへとなる。そんな小さな革命が輝いてた。知らず知らずに恋をした。飽きすぎさよなら。夢と丘じゃないよな。君はもういないよな。あんなにも好きだった。だって、どうしてはうまいしくないんだ。ミルクよりエッシュレストが、僕だけほろ苦い苦い。君と話して会うまるで、ハリーの部分で主人公の下ですけど、それぞれさ、たったそれだけなのに、半分足りない。気がつらうちとろうといられてた日々を、そして大きな慣れたもの、みんなものを、自分から嫌いにの、そんなのばかた、ひどき願いけど、忘れなくないんだよ。こんなにも好きだっただらて、まちづかまた好きになれるかな。まいまいな僕らがきっと明日へ触れ合ってで、あんなに好きだっとさ、なぜ海の針まだ動き出す。それですが、今はそれだけでいいよ。ゆっくり始めよう。二つ目の信号は渡って青いドアを開ければ懐かしい香りに懐かしい笑顔を待ってる。ご視聴ありがとうございました。